皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは。山吹のんです。ゴールデンウィークお疲れ様でした。というわけでね、ちょっとラジオ風に始めていくんですけれども、かれこれね、4月の28日から5月の6、だいたい1週間ちょっとぐらいショートをね、毎日投稿を続けてきました。お疲れ様です。疲れた、本当にね。これね、本当ストックがあったわけではなくってですね、その日に作ってその日にあげるっていう生処理、なんか非加熱で出してたっていう感じなんですよ。本当大変だったな。いやでもね、やりきることができたんで本当に良かったです。ほっとしました。みんなはね、ゴールデンウィークどこか行けたかな？海とかバーベキューとかキャンプとか、まあ、映画とかね、お家で回ったりもね、映画見たりとかしたのかな。何もしなくてもいいんだよね、そういうのって。で、休めたなーと思ってたら幸いでございます。今後のスケジュールについてお知らせしたいと思います。今後はですね、週に2本ショートを上げていこうと思います。火曜日と金曜日に更新にしたいと思います。で、その他はね、動画とかね、長編のものとかゲームとか、まあやっていこうかなと思います。まあ、個人的にね、ちょっと裏でちょっと原神関連の同人誌を書いていて、ちょっと時間がね、そっちに省きたいのでね、それのためにちょっとセーブしていきたいと思います。まあ、もちろんね、いなくなるわけではなく、ちょっとね、試験期間ということでご承知いただきたいと思います。今回はですね、皆様にお願いがございます。リクエストをお待ちしております。まあ、自分はね、ボカロとかそういった関係のイラストを描いてきましたが、そろそろね、ネタがね、ないですね。なのでみんなからこういうの描いてほしいなーってのがあったらね、描きたいと思ってます。まあ、ここでね、ちょっと間違えないでほしいのが、絶対描くよってわけではないので、もし自分の選ばれなかったしょんぼりってことがあるかもしれないので、それだけはご注意ください。なんでね、なんかよかったらこうコメント欄とか、まあ自分のね、ツイッターとか、まあ X ですね、に送ってもらったり、まあアカウントバレんの嫌だよって思うなら、マシュマロとかにね、送っていただけたらと思います。で、もしキャラクター名をね、送っていただく場合は、例えばこう漫画のタイトルとキャラクターの名前 の正式名称を載せてくれると、知らなかった時調べやすいので、採用しやすいかと思います。よければね、送っていただいて、なんかできてる、やったみたいな感じでやっていただければと思います。お知らせはそれぐらいかな。いや本当にね、ゴールデンウィークずっと作ってたからさ、自分は外にあんま、いやもちろん出れなくて、いや本当にね、来年はどっか外出たいですね。でもお絵描きいっぱい描いて、マジで絵が上手くなった気がしなくもないでございますよ。本当にね、みんなが見てくれたおかげです。そうそうそう、登録者もね、450人から625人現在、まあ、変わってるかもしれないんですけど、登録者様が増えていただいて本当にありがたい限りでございます。本当にありがとうございます。おめでたいね、500人超えて。あとはね、収益化のラインがね、超えれれば本当にホッとできるんだけど、うん、いや本当に1000人目指していきますよ。頑張っていきますね。まあ、ゆるゆるとね。はい、今回はこういうゆるい感じの動画でしたけども、今後とも山吹のは頑張っていきますので、応援していただければなと思います。うん、イラストも描いていくし、ゲームも多分やるし、まあうん、頑張るよ。で、じゃあまたお会いしましょう。山吹のんでした。バイバーイ。